はい、アユが釣れないアユを釣りたいななんどこに行ったらアユがいるんだっていうねアユを探してるという話題です。で私が釣ってる釣りたいって、まあ、今年今シーズン頑張るぞって思ってるのは主に柳瀬川の流域ですこう柳瀬川これはまあグーグルの地図を見ておりますけど清瀬市とかね新座市とかを流れてる川ですね。 えー、メインでやってるっていうのはこの,このね金山緑地公園っていうのが清瀬にあるんですけどこ,ここら辺りからあずっと、まあ、下流の方でよく私のお話の中で出てくる山崎デイリーストアってここにあるんですけどこの山崎デイリーストア周辺とかですね、えー、もうちょっと行くとここに武蔵野線の高架があってでこの辺り、えー、お笑い芸人の岡村岡村さんがルアーで去年釣ってたのはこの辺ですね。で えー、こんなにいろいろ公開すると怒られるかな。<laughs> で「マルキューの餌」「マルキューの餌」のロケが行われてたのはこの辺ですね。あのビオートープービオートープがあるんですけどビオートープの近くのこの辺りですね。で昨年についてはあのこの辺り一体どこでも釣れてたんですね。で今年は釣れない。何でこんなに釣れないかっていっていろいろ情報を集めていくと。 どうも橋のずっと下流柳瀬川ずっと下流に行きますと新河岸に合流しますで新河岸川をずっと進んでいくと、えー、和光市を通るんですけど和光市の芝宮橋この渋芝宮橋周辺でまあ大体的に工事が行われていたとでこの工事については終わりましたはい。 でこの文字で泥がものすごく舞ってこのおかげでここから上流にこのし柴宮橋から上流にゆが上が,らない上がらなかったことでしですからこの島芝芝宮家よりも上流にある、えー、このおなんだっけこのお落ちえー、なんだっけなこのこのこの。このこの えー、コスト、コストがストがストが、えー、それからコストがだったっけなあれまあいいや <laughs>、えー、黒目が、えー、黒目がそして、えーえー、私がメインでやってる救急車柳瀬川どの川にもおー上がってこない太陽がで,でどんな具合なのかなっていうのは気になりましてねあそうでこの掛け替え工事に伴う規制っていうのはこれ 令和3年3月工事完成を見込んでおりましたが箇所からの大量の湧き水のりよりにって工事がねずるずる伸びてたんですね。で、えー、6月10日までの工事完了を目指しまして今日があ6月7日ですけど6月7日見に行ったらねもう工事すっかり終わってました。はい、で, <laughs> ですからまあこ,のこの辺で工事が行われてた影響とおいうことになります。はい アユ、えーね、の訴状のデータというのがです、ねえー、出てましてこれをこのウェブサイトを見ると、ね、秋川性取水石とい,、ね、いうの秋川水石はどこにあるかというとおです、ねえー、ここです,ここ,です荒川こ,こ,ここにあります。 でこの脇の漁道でどのくらいアユが上がって,るがってくるかっていうのを調べているんですね。でまあ新賀市川と並行して流れてる新賀市川自体が荒川の支流なんで並行で流れてると。えー、いきますかここ,こ,こ,のこの辺りここがあ柳瀬川でこれが、えー、黒目川でこれがあもう一本ある何、えー、だっけ。 <laughs> えー、いつもも終わらないねこれね、えー、落ち,落ち戸川あれまあいいやで3本川があって工事やってたのがあこの地点でこれが白子川ですこここれね白子川でずっといてこうじゃあ新頭川はどこ,どこから来るのかっていうと隅田川なんですね隅田川からあ分かれているというか隅田川に合流しますでここが荒川でこう岩淵水門のとこですで岩淵水門はねこう空いてるんですよ ですからまあ隅田川にから荒川に愛川登ることもあるでしょうしまあ荒川本流から愛が登ることもあるでしょうしという感じにはなっておりますでちょっとデータに戻りますけどこのデータを見ると今年の状況はどうか今年の状況はどうかと見るとあのこの愛のデータっていうのは他の地域関東だね他の地域のデータも出てるんですけど今年はね割と愛がたくさん上がってる上ってるそうなんですこの川に限らず。 で今年の状態を見るとですね、えー、19万匹5月の15日までの総計ですね、えー、ずっと測り続けてるわけじゃなくて毎年毎年5月の中頃まで血合ゆの訴上状況を見ているということなんで、えー、ちなみに今年は19万匹も秋セで確認されているとちなみに去年は4万4千匹だったそうです。 4年前のデータを見るとですね、えーまあ、ちょっと1人くらい下がる53万匹4年前2018年が53万匹だったそうですこの近年で一番多かった年でして、ねまあ、去年が6万匹その前が4万4千匹その前が53万匹まあ多い年になるともっとさまも魚を持っていけば90万匹ぐらい上がってる年もあるんですけどだから4年前があの柳瀬川周辺柳瀬川目黒川4年前がすごかったっていうのは。 まあこ,れでこここれれでかららも裏付けられてますよねやっぱり荒川の取水石で、えー、調べられた愛の数とまあ,あその我々がつってるエリアで、えー、見られる愛の数っていうのは比例しているという感じですね。今年はだからあー19万匹ということは悪くないはずなのにいないとやっぱり工事の影響なんじゃないかなという気がひしひしと伝わってまいります。 っっててことで、えー、柴宮橋,柴宮橋に、えー、今日行ってきましたあもうねすっかり完成しておりました橋は。でまあ工事の痕跡もなくというかねもうすっきりと川は慣れていたわけですけどでここねあの以前近くに住んでたことがあってものすごく馴染みがありまして15年もっとたつかな20年は経ってないけど でもね当時この辺ってこんなにきれいに整備されてなくてね、まあ、グラウンドがねこんな綺きれいになってなくてこの辺でまあラジコン飛行機飛ばしたりとかね、えー、でこの奥に見えるのが荒川であの辺ねよくね手長手長エビとかね、えー、ブラックバスとか釣ってる人たちがいまして、まあ、当時は私は釣りはやってなかったんですけどよくねここで、えー、犬の散歩をなんかね、えー、してましたけど。 でここはね、えー、平日はゲートが閉まったままですで土日はこの時間にある通り6時から20時までここゲートがあるんですねでここゲート開いてるときはこのまま車が中入れるんで、えー、割と近いとこまで行けますで、まあ、工事終わった橋の上からの様子なんですが、まあ、上流側でこの先行くとだから、えー、小江戸川とか黒目川とか柳瀬川とかがまあ分流しているわけですでこの この工事をやっていた下流に下流でも川が一本分かれててえ白子川まあ和光を主に流れてる川なんですけど白子川ってちょっと分かりにくいかなこれ真ん中のねこの,この映像の真ん中に緑色っぽい黄緑色というか緑色というか橋がちらっと見えると思うんですけど。 あそこが白子川の分流なんですよだから工事現場よりも下流なんでもしかしたらこっちにねアユが登ってやしないかっていうことでもうなんかこうね何、まあ、ちゅうかこう諦められないというかね何ていうか、まあ、探しに行ったわけですよ。でちょっと雨が降った影響もあってちょっと水がねいつもより多,い多かったそうです。で途中でね、えー、恋に餌をやってるおじさんがいて話聞いたんだけど「ここでアユは見ないね」 ってことでしたはいまあ浅いんですねここねあと釣りやってる人もいないですまあ見ての通りね単なるね水路を溶かしてますはいだから釣り人もかめでしもしここで釣れたらどうすんだよってで途中ねもうこの辺もうまだこれはこに入る直前か入った直後ぐらいなんですけどボラ <laughs> ちっちゃいねボラのねあの群れはいたんですけどあすこんなに浅いんで全然、えー、ああいう思って感じないですねでここはえっ、ー、と。 小江,戸小,江戸川小江戸川はね、えー、アユが毎年上がる川なんですよ、こう綺麗ですよねで、こんな石のところもあるんで、十分ここでアユは産卵できると思います。ただし、こ年は全然上がってないそうです。釣りやってる人はいなかったんですけど、なんか川のね、えー、調査をやってる人がいて、まあ、聞いてみたんですけど、アユはいないと、今年は。 あ綺麗だよねだからここでアユたくさん釣れるんだったらねここの方がむ,むしろ釣りやすいかもしれないんですよね。あのこれはね、えー、分流何川だったかな <laughs> すぐ名前忘れちゃう、えーまあ、分流のとこまで調査しに行っ,たんだ行ってみたんですけど全くアユはいませんでしたコイとかね、えー、及川とかその辺はなんかちらほらいるようでした。 これ外観ですね、えー、外観の下を皮は取っていくわけですけど。 であんまりにもねというかついでに出かけたついでに黒目川をねまたずっと上から上から下じゃない下から上までずっと調査したんですよ釣り人が、ね、そもそもいないんでこの遺産だけでしたねまあ雨が降りそうだったからっていうのもあるかもしれないんですけどこれなんでこれで撮ってるかというと真ん中にツバメがいてねあの巣立ち直後のツバメにオヤツバメが餌を運んできている様子があったんでこれビデオ回してたりするんですけど。 ということで、ら敬があ,あちこち愛を探し回ってきたんですけど、全然ダメでしたと、おまた数年後お会いしましょうって感じですかね。以上です